自公連立政権のばらまきという名の露骨な選挙対策。高齢者世帯向けの給付金10万円、また配ります。一方現役世代は、ガネットで話題。内容はこちら。自公連立政権の露骨な選挙対策に、不満の声が噴出しているようです。では、内容を見てみましょう。世代間格差。現役世代から取り上げた税金を高齢者にばらまくことで基盤を固めますとしか言ってなくて泣いてしまった。ユナ先生、石破首相、経済対策として低所得者世帯向け高齢者評伝に給付金などを行うと表明したってよ。なお、原資は現役世代の納税の模様。のんびり。財政委員会大賞作品。低所得世帯へ10万円給付案、公明代表、物価高対策で。頑張って働いてる人からは税金ばかり取って、税金を払っていない高齢者ばかりに給付するの。働くほど損する日本って終わってるし、悲しすぎる。給付金より消費税や社会保険料を減らしてほしいし、物価高対策をしっかりしてください。青葉スターク、プロの貧乏人。また低所得世帯だけかよ。一生懸命に働いて税金を納めてる人たちのことも考えよ。物価高で痺れてるのは中間層もだろうが。空の淵。はい、また露骨に票を買いに来ましたよ。若者はしっかり自公以外に投票しましょう。池田信夫。日本の停滞の大きな原因は、金を使う現役世代から莫大な社会保険料を取り、金を貯め込む老人世帯に所得移転していること。だから個人消費が増えない。この不公平な社会保険料を老人からも取れる消費税に代替しないと、現役世代の貧困化がますます進む。オルトガング・ヨシコ。生活が苦しいかの判断、資産によらず所得基準しか現状は仕組み上できないなので、統計上は最多の金融資産がある老齢世代で、高資産世帯が無低所得世帯として公金が突っ込まれちゃう。マイナンバー制度って、自分の得だけ考えたら嫌だけど、全体を考えたらこういうのも改善すると思うので応援。一方現役世代は、ピエトロ、基地外減税スピーカー。9月分のイラ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 タイムです。総支給、366,443円。税金計、115,865円。手取り、25,578円。毎月毎月見るのも嫌だけど、こんなにとってろくな使い方をせずに、政治家は毎日何やってるんですか？増税しか能のない政治家は、さっさと落選して選手交代しろ。クソが。弁蔵。いやもうやめたれよ。若者からバカ高い税金、年金、社会保険料をむしり取っておいて、的外れな支援するのやめろって。好きに使わせてやれよ。金があったら車も時計も買うだろうし、趣味でも勉強でもデートでも合コンでもマッチアップでも結婚でも勝手にするだろうよ。若者が自由に使える手取りを増やしてやれ。こじこじ。40年間支払いました。約束の年金ください。支給しません。むちゃくちゃ。もう審議則も何もない。高所得者の年金停止要望、関係連、痛み伴う改革を共同通信。先駆け。だったらまず外国人生活保護停止にしろよ。高齢者をとことん優遇し、現役世代からは搾取し放題。本当にこれが正しいのでしょうか？では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。配るなら配るで全員に配らんかい。だから、シンプルに働いているやつから取る税金減らせってんだよ。一番負担がかかって恩恵もない所得中間層は、とことんないがしろにする政策。こんなに高齢者にすり寄る政策って日本くらいじゃないの。税金払ってない奴が金をもらえるてうな国。もう創価学会に支配されてるなこの国。票くれたらお金あげるから、清き一票よろしくね。
選挙目的露骨で草。事項は二度とないわ。高齢者世帯向けへの給付金ばらまき。こんなの、票のことしか考えていないと思われても仕方ありませんよ。次はこちら。こんなのばっかりだよな。この国の経済政策。票と草加信者の人気取りのために、底辺と老人にばらまくだけで。経済のこと何も考えてないってことは分かった。現役世代から金を絞り取って、働いてない老人にばらまく。そんなことばかりやってるから少子化するんだろ。国を滅ぼすつもりかよ。岸田が推したい芝なんだからクソみたいなことするわな。配る方ももらう方も老人ども、ほんとかすぎる。少子化の要因を作っているのは、まさに日本政府ですよ。次はこちら。未来を考えない小銭に溺れる老人と、小銭を配ってブクブク太る老人。欲しいものも買えず、未来のための希望もない若手。亡国の道しかないんだよ。国のために身を粉にする政治家も、正そうとする国民なんてもういないんだ。そりゃ若者に金まいても選挙に来ないからな。若者が全員選挙に行くなら若者にばらまくよ。どうせ意味がない、とか言ってないで選挙行くべきだね。若者票がまとまって対立候補とかに入るだけでも、かなりのプレッシャーになるよ。政治家は国民のために働くのではない。自分に投票してくれる人のために働くのだ。マジで選挙行けよお前ら。若者は、今の腐敗した政治を変えるためにも、選挙に行くべきです。最後はこちら。これ資産持ってる人にも配るから問題ないよ。日本の家計金融資産のうち、60代以上の保有比率が6割超えって言うしな。マイナンバーで資産把握して、本当に困窮してる人にのみ配ってほしい。これ選挙関係ない外国人にも配ってんだよね。移民入れまくって金まいて、次は外国人参政権か？ SNS で働いてない中国人が10万もらった言うて喜んでたな。働いたら罰金って皮肉のはずなんですよ。ガチになってどうすんだよ。高収入の非課税世帯はもらえるからな。労働者の奴隷、本当に笑える。衆議院選挙で、国民の不満を大いにぶつけましょう。結論。政府による高齢者世帯向け、非課税世帯向け給付金。これに納得している人がどれだけいるでしょうか。日本の経済を回すために必死に働き納税し、物価高騰や増税や社会保険料増や再エネ賦課金増で国民負担が増え、かつ実質賃金が上がらない中でも、歯を食いしばり、必死に働く現役世代。そんな現役世代からとことんお金を絞り取り、年金でのんびり暮らす高齢者や、税金を納めていない外国人を含む非課税世帯に給付金をばらまく政府のやり方。こんなのどう考えてもおかしいし、納得できませんよ。今の日本は、働いたら負けの世の中になってしまっています。そんな日本の現状に、政府は危機感を持つべきですよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。